hello, this is hiroshiyashi, hamama city, japan. ancient gods are aliens from the outer space, and here in this video i prove it with concrete evidence. they couldn't or they can't walk on this planet. that is to say that they are the people who need power-assisted walking devices when they walk on this earth, most probably because of its gravity. i show you the walking devices. In this video, 古代の神々は歩行補助装置を身につけていた。その事実をこれから皆さんにお見せいたします。理由は簡単です。地球の重力が問題でした。と同時に長野県茅野市で発掘された縄文ヴィーナスについての残された最後の謎解きをこのビデオの中でします。縄文ヴィーナスも歩行補助装置を身につけていました。 まあ、これが、縄文ビーナスです。この土偶に残された最後の謎は、この脚部です。ように太い大腿部。で、その大腿部には、奇妙なラインがあるのがわかります。が、このラインは、歩行補助装置によるものです。縄文ビーナスは、足部全体を覆う歩行補助装置を身につけていました。そのことは、 バビロニアに残っているイシュタル像と比較してみるとわかります。縄文ヴィーナスに比較してバビロニアのイシュタル像は逆に皆一様に異様に細い足をしているのがわかります。大きなボディーに比較して不釣り合いに細い足。この足でその上の大きなボディーを支えるのは不可能かと思われます。実際、ペルシャ一帯で見つかっている イシタール像の中には座像、つまり椅子に座っている像が多いのも事実です。で、話を進める前に、まず皆さんに確認していただきたいのは、日本の縄文ビーナス、そして同じく長野県茅野市で発掘された仮面の女神はスメールのイナンナ、バビロニアのイシタールと同一女神であるという事実です。ここに空の紹介、写真を紹介しておきますので、 ご自身で確認してください。なお、スメールのイナンナは、バビノリア、メソポタミアでは、イシュタールと名前を変えます。さらに、時代は下って、エジプトではマリ、ヘブライ語ではマリアと名前を変えます。それはともかくも、縄文ヴィーナスや仮面の女神、さらには車交機道具、さらには埴輪などの脚部が、まあ足の部分がですね、異様に太いのは、やはり、 歩行補助装置を身につけているからです。そのことは、アッシリアの遺跡で見つかったレリーフを見ればわかります。そこには古代の神々が彫刻されています。アフラ・マズダーもいます。その神々の足を見れば、古代の神々が歩行補助装置を身につけていたことがわかります。そうした事実を、これから順に皆さんに紹介していきます。判断なさるのは、 あなた自身だということです。で、今、皆さんにご覧いただいているのが、中央にジョーモー・ビーナス、左右にイシュタールです。まあ、イシュタールにもいろいろな像がありますが、一番右のイシュタール像に注目してください。ジョーモー・ビーナスとコンセプトが全く同じであることにお気づきになると思います。と同時に、こうした、まあ、なんて言いますか。まあ、ものも、ものですね。としか言われませんけども、見つかっています。 そして、このイスタールのイナンナと、そして左のジョーモンビーナスを比較してみてください。作りの方のコンセプトが全く同じです。まあ、顔が違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんけども、ジョーモンビーナスも、そして右のイナンナも、えー、お面を、仮面を被っています。そのことも私のビデオの中ですでに証明いたしましたので、ぜひご覧になってください。そして、ジョーモンビーナスは言いました。私はイナンナなのよジョーモンビーナス。 いわゆる、まあ、日本の土偶、イナンナ説は、林宏氏の説です。これが、まあ、ジョーモン・ビーナスですね。この足を見てください。で、最後に残された謎はですね、この足のところに奇妙なラインが入っていることですけども、これは、歩行補助装置と考えます。この中にすっぽりと、まあ、イナンナはですね、足を入れて、この地上を歩いたものと思われます。で、今、バビロニアで発掘されている、 いな、したあるとですね、それをこの、えー、ジョモンビーナスの歩行補助装置の中に入れてみます。まあ、こうして、足部全体を覆った歩行補助装置であったということになるわけです。まあ、こんなこと言うとですね、なぜ、どうして、その証拠はあるのかというふうにおっしゃる方も多いと思いますので、これからその証拠をお見せいたします。一番右が、まあ、ご存知、えー、ジョー、あー仮面の 目ということになってますね。そして一番、今度はそれ、あの、それに続くのが、青森県の上川岡で発掘されている遮光器道具です。皆一様に太い足をしていることに注意してください。これらは皆歩行補助装置をつけています。歩行補助装置というのはですね、まあ、何かの、ま、原因があって、そしてまあ、あの、あることが、に困難を感じる方がですね、こうしてま、歩行補助装置をつけて、 歩くことができるようになるというわけです。まあ、これが歩行補助装置ですけども、古代の神々はこうした歩行補助装置を身につけていたということになります。で、これからその歩行補助装置を皆さんにお見せします。えー、アッシリアにですね、こんなレリーフが残っています。アフラマズダ、もしくは王、もしくは神ということになってますけども、まあ、解釈の仕方はいろいろあると思いますけども、この神ですね。 足を見てください。これから皆さんに古代の神々が歩行補助装置を身につけていたという証拠をお見せします。赤い部分がサンダルですね。そしてその上に足が乗っていますが、異様に薄ぺらイていますが、ひらひらの足であることに注意してください。そしてこの黄色い部分が 足ということになります。そうするとこの赤い部分は歩行補助装置ということになりますね。動力源があって、そしてこの動力によって足を動かしていたということになります。このサンダルと黄色い足をつなぐ部分にですね、細いベルトのようなものが見えることにも注意してください。で、これが足と歩行補助装置であるということは、この赤い部分を見てください。この黄色い部分と左の赤い部分の間の向こうが透けて見えますね。そしてこの、まあ、紙の 衣服がその向こうに見えているのがわかります。この矢印のところに注意してください。横線が一致しますね。左右に流れて。この、ですから、緑の部分を、まあ、衣服のようなものとすすならば、この衣服の一部がですね、黄色い部分と赤い部分にまたがってってますが、その隙間の間に見えているということです。なあち、これは大体部でもふくらはぎでもないということですね。 黄色い部分が足で、そして赤い部分が歩行補助装置ということになります。この部分が特に重要ですから見てください。この隙間のところに、向こうの、その向こう側にある衣服の一部が、まあ彫刻してあるということです。まあこのようにですね、古代の彫刻は正確にと言いますか、あの、神々の姿を映し取っているということですね。で、ここに歩行補助装置があります。そしてこれが、まあ、右の方はね、現在人間が使っている歩行補助装置です。 なあち、この神は少なくとも人間ではない。少なくとも地上を歩くときにですね、このような歩行補助装置を必要とした、まあ、人たち、なあち、エイリアンであるということになります。でも、この羽についてはですね、私はこのように解釈しましたが、これはまあ、このようにも見えるという程度に判断しておいてください。上がアフラマウダーですけども、左右に足が伸びてますね。ふにゃふにゃふにゃっとした、ようにまあ、かぼそいといいますか。まあ、頼りない足をしていることに注意してください。 まあそのアフラマズダの羽模様なのか、まあ、なって言いますか、飾りなのか、本当の羽なのかということはいろいろ議論があると思いますけれども、ともかくも、こうした点で一致して、すなわちこの、まあ、このレリーフの神はですね、私はアフラマズダだと解釈しています。で まあもちろんお面かぶってますし、この、俺と、この像と同じお面も実は見つかって発掘されています。そのお面も以前紹介しました。この腕もですね、よく見ると、この黄色い部分が、まあもともとの腕で、そして黄色い、まあちょっと上のね、ピンクっぽいのところがですね、ここ、 まあ補助法 <laughs> じゃなくてね、これはあの、いわゆる補助装置だというふうに考えられます。やはりこれ地球上ではですね、まあその、こうした補助装置なくしては生活、あるいはあること、あるいは何かを持ち上げることもできなかったということになるわけです。え、向かって、まあ右、この、 髪のですね、左腕もそうですね。あの、やはり黄色い部分とピンクの部分に綺麗に分かれてますね。人間はこのような、まあ、線が、あの、腕の中央に、内側に入るということはありません。なあち、黄色い部分が腕であり、赤い部分が、まあ、補助装置いうことになるわけですね。まあ、これはあの、ペルセプロスに残るアフラマザーの、まあ、レリーフですけども、やはり、異様に細い、足しているところに注意してください。そして、これが、ンカー。 セルビアの文化で見つかった、セティングワ g w o ですね。そういうふうに書いてありました。いわゆる、ザ、ザゾ、婦人ザ像とい言いますかね。そういった像なんです。まあ、角度は違いますけども、こう見えます。中央、三本足で見えますけども、中央で二つの細い足を束ねているのがわかります。異様に細い足だところに注意してください。一方、これと同じ像が、えー、同じく長野県茅野市の小東で見つかっています。左が文化、右が長野県の茅野市で見つかった、えー、仮面の女神です。顔を比較してみてください。 これを違うという方が無理がありますね、えー。ここは特に重要ですから見てください。肩幅が横へ伸びてですね、カクンカクンと曲がっている。そして脇の下には大きな空間ができている。人間はこのような空間はできません。そしてこのコンセプトですね、三角頭の、まあこの丸、まあ、これはのは 私は、あの、この、血の死行って調べましたところ、穴ではありませんけれどもね、くぼみのようなものが開いています。そして、口のところにも同じ穴が開いて、穴というか、まあ、穴が開いて、穴ですね。そして、肩のところに、えー、ビッーカーの方は丸い穴が開いてますけれども、えー、仮面の女神の方は、円形の模様が書いてあります。特にこのおへそですね。このおへそ、えー を比較してみますと、作り方のコンセプト盛り上がって、そして穴が開いてる。あの、左の像と、あの、比べてみるとよくわかります。一番左の像と、あの、茅の市の像と比べてみますと、さらに鮮明にわかります。えー、これが、まあ、カーで見つかったシティングウーマンですね。そして、この右の方が、長野県茅野市で見つかった、仮面の女神です。これは両者を比較してみてください。全く同じと言っていいですね。そして、その、肩幅がやはり、カクンカクンと回って、ここに丸いものがあると。 ところが下半身だけは違うんですよね。それはまあ、その理由はこれからお話しします。で、このへそを見て、ここのへそを見てください。これ同じ、よく見てください。いいですか同じだったですね。ここまでに同じなんです。文化ですよ。セルビですよ。セルビアルというのはギリシャの北部です。え、そして、あの、この鼻、三角頭、首、コンセプト、全く同じなんですね。これを違うという方がおかしいわけです。なあち、えー、仮面の女神の方はですね、そのまあ、 足の、手の部分、腕の部分がね、ややこうディフォルメ化してありますけれども、同じだというところが、足の太さが違いますね。ところが同じく、ビンカでは、なんと、下半身だけの、まあ、胸あたりまである歩行の道具が見つかっているんですね。これか、あの、これを、まあ、こうして、すっぽりとかぶって、そして、まあ、治療された。と同時にですね、日本の甲府市内でも、 いわゆる、脚部だけの土偶が見つかっています。これは、甲府市内の山梨県立高校博物館の中に陳列されています。これは大変貴重な土偶だと考えています。で、結論です。これが、まあ、仮面の女神ですね。そして、これらに、まあ、右の方がビンカーです。同じ像だということを確認していただきましたね。そして、ジョーモビーナス。同じ場所で見つかっています。 同じように太い足をしています。そして右の下がですね、バビロニアで見つかっているシュメール像、あイスタールゾです。あシュイスタールですね。そしてこの足を見てください。右の方はですね、異様に細い足をしています。ですからこうしたこの足では、体を支えることができなかったから、歩行補助装置を必要とし,し,したということですね。ですから日本の車高機動軍そしてハニワも太い足をしています。 こうしてまあ足、太い足がなぜこのように異様に太い足をしているかというのはまあ左四つはですね同じコンセプトで作られた足だということになるわけです。そしてさらに話を進めてみますと同じと言いますか、その便化ではですね、右下のような歩行補助装置的な土偶も見つかって、そして左のまあ山梨県甲府で見つかったこの土偶も 関心だけのパワーアシスティッウォーキングデバイスズということになるわけです。つまり古代の神々はこうした歩行補助装置を必要としたまあ神々であった。すなわちエイリアンであったということになるわけです。まあ、この ビンカの歩行補助装置はおそらく胸からあの首あたりまですっぽりと入っていた歩行補助装置だと思われます。左の縄文ビーナスの方はやや進化した、まあ足だけをすっぽりと入れて使った歩行補助装置だというふうに考えられます。 ま、進化してるかどうかということは、ま、皆さんの判断になりますけども。で、ジョあ仮面のヴィーナスは言いました。仮面の目が見えました。ごめんなさい。私は地上を歩くことできないの。で、だからこうした歩行補助装置を必要としてるのよ。私も必要としてんのよ。ほ,ほほほほ。ってな感じでね。そして、ハニワの、無人って言われている人も言いました。私も歩行補助装置を必要とするのです。なあち、これらの人々は、皆、 地上では歩けなかったすなわちエイリアンということになるわけですね。古代の神々は歩行補助装置を必要としたエイリアンであったというのがこのビデオの結論です。あとは皆さんご自身で判断してください。それでは続くビデオをどうかご覧ください。バイ !Hello, this is Hiroshima-City Japan. From Kofu to the world.This is Jomon civilization.I say here that the Jomon civilization is the first civilization that fostered the whole civilizations of the world following.Jomon civilization.Jomon 文,文明。Jomon 文,文明は世界第一の文明である。世界の文明を育てた文明である。ってことを言いますと、そんなバカなとかそんなはずはないというふうに 思う人は多いかと思います。あるいは、林博士の頭はおかしいと思う人は多いかと思います。あるいは、こういうことを言いますと、真っ先にそれを否定,否定してくるのが日本人だというのは、とても悲しいことですね。今皆さんにご覧いただいているのは、まあ、縄文文明がどのようにして世界に広がっていたかということを示すものです。中央に縄文文明,文明があります。まあ、 世界の文明は縄文文明を中心として、有機的につながっているということです。有機的にというのはですね、まあ互いに共通点を持ちながら繋がって、あるいは関連性を持ちながら繋がっているという意味です。で、皆さんに仮面の像を紹介します。その前に、これはセルビアの文化遺跡で発掘された、まあ、土像ですね。 で、まずそれを皆さんにご覧いただいてますけども、この目が見てみますか。あの、女性はですね、椅子に座っています。そこに注意してください。この像もそうですね。椅子に座っています。三本足じゃないんですよ。三本足に見えるかもしれませんけども、椅子に座っています。で、中央で足が二つ揃っています。そういう像なんですね。で、頭が三角。もう、脇の下が大きく開いている。 ところに注意してください、まあ、人間は座ってもこのように脇の下に大きく穴が開くことはありませんね。まあ、右がその長野県の茅野市で見つかった仮面の像です。まあ、一見してはお分かりのようにこれらの像は大変よく似ています。と同時に肩がですね異様に広くてカクンカクンと曲がっています。ここに注意していただきたいのは角のところに穴が開いているという点です。 よく見ますと、口のところにも同じところに同じような穴が開いています。で、肩のところにも穴が開いてるんですけども、仮面の女王の方はくるくるっと、まあ、丸くなっています。そしてこのお腹ですね、やや全体に盛り上がって、そしてポコンと出てる、まあ、おへそですね、もよく似てるっていうことです。まあ、脇の下に穴が開くっていうのはですね、人間は開きませんので、皆さんご自身でご確認ください。 で、ついでですけども、メソポタミアでこんな像が、まあ、発掘されました。この女性の場合はですね、手を見ていただきたいんです。手がスーッと伸びて、あの、下のように細くなってますね。で、なぜ私はこの像に注目したかというとですね、あの、これと同じものがですね、長野県の井戸尻の考古館に飾ってあるからです。左は土器ということになってますけども、これは土器じゃありませんね。 道具です。頭は別のところにあります。そして手がくるくるっと曲がってますね。これで、この時の謎が解けました。これはあの、余談です。で、話を戻しますけども、シュメールのイナンナです。シュメールではイナンナ、バビロニアではイシュタールと名を変えます。これがイナンナ像です。まあ、見るからに、レプタリアンという様相の顔ですね。で、同じ像が実は、奈良県の法隆寺にあります。 この法隆寺の像と、えー、シュメールのイナンナ像と見比べてみてください。まあ、大変よく似てることに皆さんもお気づきになると思います。というか同じなんですね。下が、シュメールのイナンナ像です。右が法隆寺の像で、左がシュメールのイナンナ像です。この三者は、まあ、よく似てるというよりも同じですね。 簡単に比較してみますと、目が、まあ、長くて大きいっていう点ですね。それから、釣り上がっている。側面についているっていうところです。口が大きく裂けています。そして鼻の穴も2つ離れてあります。コアラのゾウは同じですね。そして特にあの首が太くて、首のカーブに注意してください。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。で、次に、ジョモンビーナスです。 これが縄文ビーナスです。同じく長野県の地野市で発掘されています。で、右の方が、えー、バビロニアのイシタールです。こうした像が、まあ、いくつか見つかってるわけですけども、バビロニアのイシタール、すなわち、女神中の女神ということになります。 この両者を比べてみますと、両者とも頭にヘルメットのようなものを被っています。まさにヘルメットですね。ヘッドヘルメットって言いますけども、そして胸のコンセプト、同じですね。それから、上半身が、あの、大きく、まあ、膨らんでいると言いますか、太っているところ。そして下半身も大きく太っていると言いますか、大きいところですね。そんなところに注意してください。そして、頭も比較してみますと、 この乗者は仮面、すなわちヘルメットをかぶっているのはわかります。ハード型のヘルメットですね。そして目がつり上がっています。というような共通点、共通性を持っているってことなんですね。これを私はつながりと言っています。で、パナマのバレルス、バレルス、市長バレル、 というところで、こんな像が見つかりました。これは、アタゴさんが教えてくださいました。で、検証したのは、続くビデオの中で紹介しますので、どうかご覧ください。で、この、シィオバレ、バレリスの像も、やはり三角頭をしています。が、さらに、細かい点を見ていきますと、鼻、鼻の先がですね、スーッとこう、犬の鼻のように長く伸びて、繋がっているのはわかります。そして、この目が大きい。 丸くて大きい目が側面についています。この鼻ですね。で、今度は正面で見てくださいね。同じような鼻だってことに、鼻と言いますかね。顔がだってことに皆さんで、目が側面についているってことなんです。同じだってことに皆さんもお気づきになると思います。これがですね、仮面の状と、まあ、同じというふうに見ていいんじゃないでしょうか三角頭で。 三角頭で、三角頭です。そして、まあ、それだけじゃないんですね。肩幅もやはりカクンカクンと曲がっています。人間は脇の下にはこのような空間はできません。V 字型の顔です。V 字型の顔、大変似てるというか、まあ、私は同じと見えます。そして脇の下が大きく開いています。中央は黒く見えますけども、あの、 元々の写真がそういう写真だったんですね。それをくりぬいてこうなったわけです。で、これが、先ほど見せましたイナンナ像です。やはり V 字, v 字型の顔してますね。みんな、その、イスタールイナンナは同じ顔だということです。日本、それからシュメール、バビルニア、みんな同じだということですね。で、仮面の女王の方も横から見ますと、やはり頭後ろぐグッと出ているのがわかります。 仮面の像は正確に、まあ、イナンな像を模しているということになります。中央が敏感で白された像です。やはり同じような顔ですね。斜めから見た像ところです。V 字型の顔、V 字型の顔、V 字型の顔ということになります。これは偶然の位置なんでしょうかそれともそうではないのでしょうかそして脇の下が空いています。これは偶然なんでしょうかそれとも偶然の位置とは言えない 私は言えないと思いますけどもね。そして一番右が青森県の三内丸山遺跡で見つかった像です。やはり三角頭です。まあ、こんなところに共通性、共通点があるということですね。こういうふうに有機的につながっているということです。で、こんな埴輪を私は見つけました。赤ちゃんを抱いている埴輪です。今度はこの埴輪を、埴輪を見てください。 右が、えー、バリレスで見つかった、あのー、像ですね。やはり赤ちゃんを抱いています。この脇の下も空いてますね。そして、この赤ちゃんを拡大してみます。こうなります。そして90度左に回してみます。大変よく似てることに皆さんもお気づきになると思いますし、 足がおかしいですね。これは人間の足ではありません。すなわち、この、この埴輪の神は人間ではないということを、この埴輪は示しています。つまり、顔は人間の顔ですけども、お面をかぶってるんですね。で、ですから、まあ、目がくり抜いてあるわけです。こうして、まあ、並べてみますと、日本の埴輪と、えー、パナマの バリデスの像が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。これから、これがインダースバリで見つかった像ですけども、やはり赤ちゃんを抱いています。そして肩幅がカクンカクン、肩がですね、カクンカクンと折れ曲がって、脇の下に大きな空間ができています。人間と比べて一本余計に関節が多いんじゃないかと思っています。そして共にヘッド、ヘルメットを被っています。マスクを被ってるんですね。で、縄文文明についてまとめています。中央が 三角頭の仮面の像ですね。そして、この仮面の像を中心につなげていますと、これが文化の像。そして、えー、パナマの像とつながっていきます。で、今度は、その、文化の像が3体このように並びます。あ、一番下はあの、ブルガリアの像です。ブルガリアでも発見されてるんですよ、皆さん。同じコンセプトですね。そして、下へ来てインダスの像。それから、シュメールの像へとつながっていきます。 そして今度は、えー、仮面の像から、青森県の三,三内丸山石、それからビンカイの像とつながっていきます。そしてシュメールのイ,イナンナ。それから、恒竜寺の像。そして、えー、ビンカイの像へと、あ、ごめんなさい、あの、パラマの像へとつながっていきます。そして、下の像から、ブルガリアの像から、これが、あの、イナンナですね。いや、イスタールですね。イスタールと、それから、えー、縄文のビーナスとつながっていきます。このように、えー 亀の像を中心として、それぞれの像がですね、有機的に、いわゆるその関連性を持って繋がっているということです。なあち、縄文の文明というのは、世界の文明に先駆けた世界の第一の文明であるという理由はここにあります。が、これだけでは皆さん多分満足なさらないと思いますので、もう一つ事実をお知らせいたします。まあ、こうして今皆さんに像、あの、こうした表を見ていただきましたけども、ここに、敏ンカ歌、ンカという文字が出てくることに注意してください。 ンカというのは何やら重要な意味を持,つ持っているように思われます。ンカ遺跡がですね、日本の縄文文明と深く繋がっているように思います。ンカというのはセルビアのここにあります。現在のセルビアです。セルビア遺跡です。このあたりはカっというわけですね。 まあ、ギリシャの上、上、上の方、北の方だというふうに思っていただければ間違いありません。そこでこのような像が見つかっているわけです。三本足じゃなくて真ん中で日本の足が束ねられています。このビンカーではたくさんの博物が、博物、博物があります。まあ、それをあの紹介したのがこの、まあ、公式の、まあ、ホームページです。まあ、ちょっとそれを紹介させていただきますけども、こうした像がこの文化遺跡から発掘されているということなんですね。 で、この文化で見つかったこの女性像ですけども、この椅子に座った女性像と、それから先ほどお見せしました仮面の像と比較しています。まあ、先ほど簡単に称号しましたけども、もう一度見ていただきますと、この耳のところに穴が開いているところに注意してください。それから口のところにも穴が開いてますね。同じところに同じような穴が開いているということです。そして肩のところは、まあ、 ンカの方は穴が開いてますけども、そして脇の下には大きな空洞ができています。人間は繰り返していますけど、こんな空洞はできません。そしてこのおへそを見ていただきたいんですね。同じです。そして三角頭です。そして頭の後ろにポコンと出てる点も同じです。ただンカの方は横側面図が手に入りませんでした。そしてこの口を見てください。同じですね。で、肩も、 同じ幅で、同じようなコンセプトでできています。が、皆さんはこうおっしゃいますね。足が違うじゃないか。足の太さが違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんね。ちょっと待ちくださいよ。同じ敏感で、実は、こんな像が見つかっているのです。すなわち、下半身だけの土偶です。これはまさしく、歩行補助装置ですね。地上を降りてきたエイリアンたちは、ち地球の重力には勝てませんでした。ですから、こうした歩行補助装置をつけていました。と考えると、納得できるわけですね。 じゃあ、日本の方はどうなんだってことになりますね。実は、まあ、その地の市からはほど遠くない、交付の、交付盆地の中で同じような土偶が見つかっています。これはまさしく、歩行補助装置ですね。こういうふうに考えますと、この両者は一致するということになります。そこでもう一度世界地図を見てください。日本がここにあります。日本に、まあ、この仮面の城があります。そして、えー、これがあの、あの、 像ですね。まあ今今紹介した像です。そして右の方がパナマです。シュメールの像です。シュメールですねあ。バビロニアですね。バビロニア、バビロニアでからインダスと続くわけです。となると、どちらからどちらへ文化が伝わっていったかと,とをもう少し皆さん考えてください。ヨーロッパから日本へ来て前足伝わったのか、それとも日本からヨーロッパへきそして一方で前足伝わったのかということになりますね。ということを考えて、もう一度皆さん、 考えてください。なあち、私は言うには、縄文こそが世界の文明の中心地であったというのは、一つのこれも根拠になると思います。私こそがその証拠だと、この亀の城が言っているように私は思います。いかがですか ?Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Atago and Hiroshihaya s h i Japan.History of g o d s History of mankind. Haniwa knows it. I say just a collection of fact is not ecology, but a more important thing is to weave a theory out of these facts by exploring the lives of our ancestors to create a unified theory and formulate a better understanding of mankind's past. アタンゴさんよりこんな情報がもたらされました。 パナマの、えー、スティオ・パリデルというところですね。こんな土偶が見つかったというのです。で、調べてみますと、赤ちゃんを抱いた埴輪は日本にもあります。で、さらに調べてみますと、世界中に、まあ、赤ちゃんを抱いたテラコッタフィギュアーズはたくさんあるわけですね。これらは、これはシュメールの女神の、えー まあ、赤ちゃんを抱いたテラコッタフィギュアです。で、さらに調べてみますと、インダスバリーでも、こうしたテラコッタフィギュアズが見つかっています。赤ちゃんを抱いています。 シュメールの面紙に戻りますが、何か意味があるのでしょうね。で、日本のハニワをもう一度見てみますと、この赤ちゃんは人間離れしているのがわかります。前にも証明しましたが、ハニワ土偶はいわゆるヘッドヘルメットをかぶっています。 仮面をかぶっています。で、肩幅が異様に広いこと、関節が一本多いように見えること、そして腰がくびれているのがわかります。共通点があるということですね。で、さらに枠を広げていますと、日本にはこうした土偶が見つかっていますけども、やはり肩幅が広く、 腰が細いですね。足が太いのは歩行補助装置をつけているためと判断していますさらに枠を広げ広げてみますと日本の遮光器道具へとつながっていきます 車光器道具も基本的には肩幅が広く腰がくびれていて、そして歩行補助装置をつけているということです。で、この頭に注目してみてください。これが証拠となります。縄文道具ですけども、頭が、頭にですね、変わった帽子をかぶっています。ヘルメットですね。下は、 シリアのマリで見つかったイシタールの土偶です。これらは一人の女神、すなわちイナンナイシタールということです。そしてもう一度、シティ、シティオパリレルに、パリレルに戻ってみます。アダムさんが送ってくださった写真です。赤ちゃんを抱いています。鳥人間ということになっています。パナマです。 シチオ・バリレルです。ですまあ、後にも紹介しますが、この遺跡はほとんど人には知られていないそうです。そこにはこうした、まあなんて言いますか、アーティファクトがたくさん見つかっているわけですね。で、その中に次のような地図のようなものもあるというわけです。 外国の人は食器を伏せておきますね。日本人は上に向けておきます。土器についても同じことが言えますね。まあ、それはどうでもいいことですけども、こうしたものが見つかっているということです。エンシェ e トミステリーズの記事を紹介します。 ということです。検証を続けてみます。もう一度、アタムさんが送ってくださった写真を見てください。赤ちゃんを抱いていますね。そして、まあ、あの母親と生まれる、まあ、人物の顔はどうも鳥のようであると。が、これは鳥ではないんですね。いわゆる三角頭です。 足もよく似ています。そして、肩幅がやはり異様に広いことに注意してください。そして、それはですね、日本の長野県の茅野市で見つかった仮面の像と共通点を持っています。もう一度、先ほど紹介しました、まあ日本の土偶、 土器を見てください。シュメルの神々も赤ちゃんを抱いています。インダスバリーの土偶も赤ちゃんを抱いています。そしてその土偶はもうどうも人間ではないように見えます。つまり、日本の中でものを考えているとどうしても袋工事に入って 行き詰まってしまうということですね。そこで視点を宇宙に置いて、宇宙から地球を見ると、謎が解けていくのではないでしょうか。そして、ここに示したのは、皆一人の女神、イナンナ・イシュタルだということです。日本のエナ山の麓イナボンチで生まれ育ったイナンナだということですね。 というふうに考えていくと、謎が解けるということです。そしてさらに、アタムさんが送ってくださった写真によりですね、その文明は、マヤ、インカともつながっているということになるのではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello! This is Hiroshi Hayashi and Taka in Tokyo, Japan.Today's story is about the mystery of the queen with a mask.Who is she and where is she from?And the mystery of high cut suit. みなさん、こんにちは。今日の物語はですね、仮面の女王の物語です。彼女は誰なのか、どこから来たのか。そして、謎のハイレグパンティーの話です。話です。でこれが、ま、あの、 仮面の女王ですね。長野県茅野市で発見されました。まあこれは大変な発見物だということはもう間違いありません。で、その前にですね、私はあの、いわゆる爬虫類人間を調べてみました。えーこの 女性、女性ってかね、この甘っていうかあ、あの、土偶が誰であるかということを皆さんに話しする前に、ちょっとその、前段階ですけども、まあこうしたその土偶がですね、日本だけではなくて世界中で発見されているんですね。特に、えー、バビロニア、ペルシア中、周辺ですね、で発見されています。で、この、えー、は私はめですね、あの、まああの、初めであの、仮面の女王を調べるときに、その外振りを埋めるためにこうしてその、いろんな像を集めてみたんですね。 そしたら、ま、いろんな、この像があることが分かったんですけども、途中で気がついたんです。えー、皆さんお気づきですかあのー、まあ、こ、これはみんな、あの、バビロニア、ペルシア周辺で見つかっている、え、土偶ですね。日本的に言えば。土偶像なんです。カレーフィギアですね。で、ここまで来た時に、私はタカさんからの投稿を思い出しました。タカさんはですね、このようにおっしゃってます。まあ、あのー、みんなですね、ハイレグのパンティーを履いてるって言うんです。 まあまあ、本当に高校学には、あの、つかわしくない言葉ですけども、ミスマッチしていると。で、確かにその、タさんが送ってくださった写真を見ますとですね、ハイレグパンティーを履いているんですね。私これ、初めはめあの、ピュービックヘアかと思ったんです。ヘアかと思ったんですけども、途中から見てください。パンティーパンティパンティ,ンティハイレグパンティーハイレグパンティーズ ?And? ハイレグパンティーですみんなハイレグ履いてますね、確かに。驚きましたね。ということは、これがね、重大な謎解きの鍵に,になることになったんですね。まあ、ハイレグパンティーですね。英語ではハイカットスーツと言いますけども、あバブルニア、ペルシャへ話を戻しますと、これが今言いました、バブルニア、ペルシャで見つかっている土偶です。で、これが誰かということなんですけども、順に比較してみますと、これはの右の方は、 いわゆるそのシュメールで見つかっている虫類型人間、リザードウーマンですね。胸が大きいですから。で、並べてみますと、みんなハイレグパンティーを履いているんです。こう、もうこれでわかりましたね。これらの像はみんな、いわゆるシュメールの女神を、まあ、シンボルなんですよね。女神のシンボルがこのハイレグパンティーであったというわけです。高い東京さん、どうもありがとうございました。先日は大変失礼なことを申し上げまして、すいませんでした。で、これはですね、あのー、 まあ、あの、今言った、爬虫類型人間、リザードウーマンですけども、この肩に特徴があるんです。この肩がカクンカクンとね、人間のような撫で方ではなくて、真横に伸びてストンと押してますね。いわゆる関節が一本多いように見えるわけです。で、これはあの、日本の土偶ですけども、土偶ですね。同じような肩をしているということに注意してください。これも、日本の土偶です。群馬県で見つかっています。 この肩に私は注目してみました。これは、あー、ーブス b e さんが探してくださった、いわゆる道具ですけども、やっぱり肩に特徴がありますね。カクンカクンと曲がっています。これもそうです。これがまあ仮面の女王ですけどもね。肩を見てください。カクンカクンと来てますね。これで一つのヒントが出てきたわけです。あとでも、あの、もう一回言いますか。それからあの、これが青森県で見つかっている道具ですけども、やっぱり肩に特徴があるんですね。 嫌に肩が広いと言いますかね。縄文人たちは想像力であの道具を作ったわけじゃないですね。見たものを作ったのです。そこに見たものを一生懸命に残そうとしたんですね。これは仮面の像ですけど、右の方にバビロニアの像が残っています。やっぱり肩、それからコンセプトが同じですね。頭を見てください。三角形でしょで、日本だけで見てるとね、これあの三角形のマスクに見えますけども、これ右もバビロニアで見つかってる像なんですけども、やっぱり肩がカクンカクン、頭が三角形です。 ま、こうして、あの、世界の、ま、道具と繋げてみますと、日本の道具が浮かび上がってくるってわけですね。で、もう一度比べてみてください。バビロニアと、それから、この、ま、両方ともバビロニアですね。椅子に座ってるんですよ、これ。三本足じゃなくて。よく見てください。で、椅子に座ってる。これが、ま、みんな椅子に座ってるバビロニアの像ですけど、やっぱりコンセプトが同じなんですね。はい。三角形の頭に、まあ、 こういうことなんです。まあ、群馬県の、あの、道具も素晴らしいですが。そして、比べてみますと、やっぱりカクンカクンと、みんな、あの、一様に、あの、角ばった方。それから、あ、これは地座の、チリの地座の地上絵ですけど、やっぱり角ばってる。で、まあ、同じように角ばってるということを、皆さん、あの、見てください。頭から三角形です。で、あの、三角形の頭は何も日本だけにあるわけじゃないですね。そして、丸い、丸っぽいのもあるんですね。 で、これも椅子に座ってるという意味で共通点があります。で、今皆さんに見ていただいているのは、まあ、仮面の女王がですね、えー、バビロイナにも同じものがあるということなんですよね。そこにまあ注意してください。そして、そのコンセプトが同じであると。で、頭は三角であると。で、結論になりますけども、結論をお話し,します。まあ、順に見ていくと結論が出てくるんですけども、これが仮面の女王です。誰なのか。 どこから来たのか男なのか女なのかもう女だって言ってしまってますけども、これが仮面の女王です。そして、この肩を見てください。頭を見てください。つながりますね。そして、今度左行って、やっぱり肩もつながりますね。これ日本の道具。一部は上はシュメールの女神です。名前はわかりません。この今はね。あの、右下、左、左来てコンセプトが同じだと。そしてここでですね、あの、まあ、鳥のような頭の人間が出てくるわけです。 で、ここでですね、あの、なんでこれが二つがくっつくかと言いますと、パンティなんですね。皆さんよくご覧ください。あ、この前に赤ちゃん抱いてますからね。あの、それで繋がっていくんですけどもね。あの、赤ちゃん抱いてるでしょ。そして、あの、これら女神であるということがこれでわかるわけです。そして、シメールの女神とつながっていくと。そこで、あタカさんが教えてくださったように、ハイレグパンティが、まあ、この謎を解く鍵になるわけですね。そこで、この、 戻りますけども、このパンティーをもう一度注目してみてください。パンティ、パンティ、パンティーですね。繋がってますね。しかもですね、このパンティーというのがですね、特徴がある、いわゆる、まあ、いわゆるハイレグパンティー。で、なんですね。そしてこのシメルの紙と繋がっていく。で、さらにですね、ここでイシュタールと結びつくんです。イシュタールもハイレグ三角のパンティーを履いています。これが結びつかなかったもんですから、今まで苦労しましたけども、 シュメルの神というのは、まさに皆さん、イスタール・イナンナだったんですね。イナンナです。シュメル語でイナンナです。そして、このイナンナは、イナンナ、イナンナ、これはもうはっきりしてます。真ん中の土のはそして、日本で縄文ビーナスとなったわけです。わかりますかこれで繋がりましたね。 ということで、えー、ジョンモン・ヴィーナスから、それから、あのー、三角頭の、えー、仮面の女王、そしてシュメールの女神、そしてイナンナ・イシュタールとつながっていったわけです。まさに、なんて言いますか、あのー、はい。ハイレグがですね、ハイレグ・ファンティが、その謎を解くと言いますか、なぐ重要な鍵になったというわけです。ではもう一つの事実をお教えしましょう。 まあ、これはあの、シュメールの、あの、今言った、イスタール。これ、ごめん、シュメールじゃない、あの、イスタールってことははっきりしております。これイスタールの像だってなってます。で、その説明がですね、面白いですね愛らし。愛らしくも恐ろしいと。それで、この世のとも思われない白い肌と燃えろな赤い目を持ってると。で、彼女は右手で招いたらね、それを拒んだらね、もうすぐまあ殺されてしまう,とうわけです。さあ、この、イナンナを見てください。目とおへそに特徴がありますでしょ イナンナを見てください。目とおへそに特徴がありますでしょそして縄文のビーナスもどういうわけかおへそだけは強調してありますね。他の部分はなおざりになってますけども。これはペルシャで見つかった下げどあの、あの、見せました像ですけど、これはみんなイナンナですね。共通点はおへそが大きいということです。おへそが大きいということですね。レプタリアンはここでセックスをしたんでしょうかというようなことで考えてしまいます。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is uh, Mili Liu and uh, Hiroshi Hayashi, Japan. Human history started in Japan. This is a story about it and the mystery of Japanese hania figures. イン j ャパニーズ、uh, ミレリューさんがですね、えー、日本の甲府の、まあ、長静か古墳と、えー、エルブラスターをないだ線の上に何かがあるということで、えー、ビデオを作りましたら、早速、えー、調べてくださいました。そしてこうした埴輪をですね、えー、北陸の方ですね、で知ら、あの、探し出してくださいました。で、まあ、これがきっかけになりましてですね、埴輪を少し調べてみることにしました。 で、埴輪っていうのは基本的にはですね、パワースーツを着てるわけですね。まあ、これは土偶ですけども、これらの足がなぜ異様に太いかといえば、いわゆるパワースーツを身につけているからなんですね。地球上ではエイリアンたちはそのままでは歩くことができませんでした。地上の重力はあまりにも強いわけですね。これがあの、パワーアスティドス,スーツと言われているものです。こうして人間の体を、力のない部分を補助してですね、そして、まあ、 まあ、歩行困難な人でも歩けるようにしたわけであります。え、これがパワーアセススーツの、まあ、足なんですけども、ちょうどこの、なんて言いますか、土偶と同じようなものを見つけてみました。これが仮面をかぶった女王です。そしてこれが、あ縄文のヴィーナスです。そして、まあ、これが青森の社交土偶ですね。みんな、あの、いわゆる、 こうした、その、パワーアシスーツを着てるわけです。これは、あの、チューブスターさんが見つけてくださいました。で、日本の、いわゆる美なんですね。それは埴輪なんです。ところが、埴輪もですね、同じように足がみんな太いんです。異様に太いんですよね。アンバランスに太いんです。で、これは、あの、粘土でですね、あの、作るときに、下の方ほど太くしなくちゃならないという、まあ、考え方もあったんでしょうけども、それにしてもアンバランスなんですよね。 ま、皆さんご覧になっている通りです。で、一方、このスカート式の衣服を身につけた、埴輪もあるわけです。で、これは今回、ま、ちょっと精査してみたんですけども、この下に、いわゆるパワー設定スーツを隠している可能性は十分ありますね。何、え、ら、ー、かの歩行器具をスカートのようなもので隠していると。私はそういうふうに考えています。 え、それは流れの中でね、あの、一方で異様に太い足を使う、使う、あの、ある、埴輪の一方でこうしたスカート式の、があると。で、手前がその埴輪で、向こうが馬なんですね。で、馬も確かに足は太いんですよね。しかし、人間ほど、あの、なんて言いますか、あの、不自然さを感じないというか、アンバランスさを感じないんですよね。それがまとこの特徴なんですけども、じゃあ、足の、まあ、太いのがいないかというと、 そうでもないんですよね。えー、まあ、もちろん、あの、日本のハニワを見ていただきたいんですけども、ま私は、まあ、これは、あの、パワーセススーツを着てると。あの、また着、着ざるを得ないんですよね。あの、これが、あの、タシルナジールの像ですけども、これはスカート式の、あの、像ですね。これはノースアメリカンインディアンの像ですね。 からこれが、あの、地座ですね。チリの地座の像ですけども、見てくださるとわかりますように、えー、やはりこう、足がこう、ガニ股に開いてしまってですね。まあ、人間と人、人間の目から見ると不自然なんですよね。で、これがまあ、ハニワの像に大変よく似ているということなんです。で、イスタール・イナンナ。イスタール・イナンナ。ドイツ人物ですね。で、イスタール・イナンナはですね、やはりこう,うこれみんなあの、左の方は縄文で、右の方はイスタール・イナンナです。 えー、これ男性かなと思ったんですけど、イスタール・イナンナっていうふうに説明してありますね。あの、考古学賞の方というか、あの、ですから、まあ、イスタール・イナンナはこういう服を着ていたのかなというふうに思うわけですけども、このコンセプトって言いますかね、まあ、今の二人は男性に気がするんですけど、イナンナっていうのは女性ですから、あの、イスタールはね、で、こう女神ですからね、ゴデスですから。で、こうスカートのこの概念、スカートっぽいひだひだのね、えー、概念が非常によく似てると。で、私の結論はですね、えー こういうことなんですね。これが、あの、縄文のヴィーナスですけど、それと同じものがイ、イスタール、での像でペルシアに残ってると。まあ、メソプダンメですね。そして、これが仮面,仮面の像ですけど、同じものがやはりペルシアに残ってると。同じようなものがありますよ、日本足のも。でから、あの、頭に注意してくださいね、三角頭。それから、これも縄文ですけども、ごめん、埴輪ですけども、同じものが、同じようなものというかね、これもイスタールイナンナです。 まあ、ああるということです。こうした流れの中から見ていきますと、やはり、縄文、やはりも変、変もうも、証明しましたけども、日本の甲府からですね、ペルシャの方に、えー、文化が伝わっていったという、またこれが謀賞になっていくわけですね。甲府ジャパンから、そしてペルシャへと文化は、えー、東から西へ流れ、流れてるんですよね。 これが私た一つの証拠になりました。ミリリウさん、どうもありがとうございました。大変な帽子になりました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamase, Japan.It's my great pleasure that I can talk about the mystery of Jomo Venus and I claim here in this footage that Jomo Venus is or was i s h t a Babylonia, in Japanese. ジョモビーナスはバビロニアのイスターであった。百文は一見にしかずです。これがジョモビーナスです。日本の土偶の中でも、まあ、最高の土偶だと言われています。そしてこれがイスターです。 バビロニアです。女神の中の女神といいますか、直接エンディルから神権を受けて女神になったと言われています。まさに女神中の女神なんですね。これが縄文、ヴィーナスです。そして、イスターと比較してみる。 見ます。まあ、一見して、もう分かりのように、基本的なコンセプトは同じなんですね。順に見てみますと、例えば、ヘルメット。ややつり上がった目。胸。そしてお腹。そして、この独特のラインですね。特に腰のくびれに注意してください。 極めてよく似ています。太い首、太い足、そしてお腹です。高校学者の先生の説明をお読みください。 なぜ、イシターが、長野県で見つかった